元チャンネルをご視聴いただいてありがとうございます。元です。今回は前回の試作機、これを踏まえて本番仕様を制作しました。今回の制作では前回の問題だったこのたわみ、それを解消するためにステンレスの棒を使って、この天板も厚さを9ミリにしました。あとは微調整ができるようにしています。で、あとこのプレート自体の押さえを最後に追加しました。それでは制作動画スタートです。
まあ本当は今回のでこの上の方まで完成させたかったんですけど、ギミックをいろいろ考えてるとなかなか悩んじゃって、ここから先はまたこれからちょっと検討してやっていきます。元チャンネルではこのようなジグ制作や初心者講座、制作動画を配信しています。またモッツ工房では家具や雑貨などの制作動画を配信しています。よろしかったらこちらもチェックしてみてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。